カラクウムーム運河は、ウズベキスタンの最南東部にあるケルキの少し上流で、アムダリア川から取水して、カラクム砂漠の南部を西へ流れ、マル付近で、ムルガーブ川の水流も合わせて、その後首都アシガバート付近では、イランとの国境のコペトダグ山脈のふもとに沿って、北西へ向かい、セルダルなどを経由して、ウズベキスタンほぼ最北西端のカスピ海に面する、トルクメン橋まで流れる。 カラクウム運河はトルクメニスタンにある世界最大の考お及び水道用の運河である。1954年に建設が開始され、1959年に運用開始、1986年に現在運用されている部分が完成した。この運河は 1375km 以上にわたり航行可能であり、年間 13km の水を アムダリア側から取水してトルクメニスタンのカラクム砂漠を横断している。アシガバードの主要な給水源となっている。ソビエト連邦はこの運河によって綿花のモノカルチャー大農場の建設を推進し砂漠を緑豊かな農地に変えた社会主義の勝利であるとして懸念した。しかし運河は原始的な広報で構築されており流れ込んだ水の半分が 灌漑目的地に至る前に失われる構造となっていたことから地下水位の上昇により大規模な塩害を引き起こした。スターリンの死後、運河の建設計画はほとんど破棄状態になり、また一旦開発された農地も、この塩害により現在では広範囲にわたって放棄されてしまっている。さらに、アラル海の縮小という地球規模の環境破壊の主要因ともなってしまっている。 ありがとうございます。